ワルシャワラジオ島は1974年に建設された。その高さは646.38メートルで、当時の世界で最も高い建築物となった。1991年に視線の交換に失敗し倒壊した。構造物の一覧は、あらゆる種類の人工構造物の高さ順の一覧である。またこの一覧は現存するものだけでなく、過去に存在した。 構造物も含む。現在かつ史上最も高い建造物は超高層ビルのブルジュハリファで829.8メートルである。この一覧に含まれる建造物の種類はテレビ塔、タワー、超高層ビル、石油プラットフォーム、送電塔、橋の支柱などである。この一覧は最長部の高さ順で記載されている。EN、リストオブトーリスト、 ビルディングスストラクチャーズインザワールド自立式建築物の一覧及び超高層ビルの一覧も参照のこと。この一覧は、小船の小柱や電波アンテナのような通信設備を備えた非線式の電波塔などの視線塔も含んでいる。500メートル未満の高さの一覧は以下を参照のこと。電気通信産業以外では、マストとタワーという語の区別が はっきりとなされていない。タワーは自立式、または感知レバー式の塔であり、マストはステー、または視線による指示を受けた塔である。放送マスト及び放送タワーは共に構築物であり、通常の建築物と比べて占有する。床面積は小さい。注意、この一覧では500メートル以上の建築物を記載する。それ以下の高さの建築物については、 構造物の一覧及び構造物の一覧を参照のこと。この一覧は500メートル以上になることが予定されている建設中の構造物を記載する。凍結中またはトッピングアウトしている構造物は含まない。下の表は各大陸の現役で最も高い構造物の一覧である。下の表は各大陸で史上最も高かった。 構造物の一覧である。ありがとうございます。